ありがたいことに、はい、1年経ちまして、もう始まってるんですね、はい、第3回ですね、やった、ありがとうございます。でもね、10話続けるんですもんね、たけさん。まだ折り返し地点にも来てませんから、ね、気が重いですね。今度、もう唯一、もうこの3人がバシッと、あ、そうですね、エスピーズの表方3人が一番に返す。今1年間で放送した作品を振り返るっていうのはまた今年もやろうかと思いますんで、はいはい、今年はだからゆうすけさんいるからまたサイコロ振ってもらいましょう。来年1年何をするかみたいなのの会議を生でやって、それを放送しちゃえばいいんじゃない？秘密会議、SP's 秘密会議をやりましょう。映画も2本ぐらいできたらいいなと思ってるの。2本ぐらい。モヤッティとリッパ君全部やりましょうか。まずね、だから10から20まで行きましょう。その後半をやりましょう。ちょっと一回瞑想した時期が。毎回 SP でやってるみたいに、次週の SP 水曜劇場はっていう編集と音楽を入れて、で声のナレーションを当てるっていうのやってますが、うん、それをちょっと大喜利的にっていうか、まあ面白く遊んでみようじゃないかっていう感じ。あの芝居の横でやると角が立つので。夜はね、今年ね、あれなんですよ、あの特命劇団さんのジャークの取って出しを全部放送させていただくということが。あなたのことキモいなんて思わないよ。私があなたのことをキモいと思ってるだろうってあなたが思ってるから、あなたは私のセリフにキモいって書くんでしょ。クマと羊 DVD の発売というのの目処はもうここでやらんと風呂みたいにないですよ。逆にほんまや。放映されてから SP 創立掲載までにお客さんのリクエストみたいなのを受ける形でできるんですか？もしあれば間に合わなくても Twitter でならどうですか？そうですね、そうですね。じゃあ皆様ぜひお楽しみにということで、はい、よろしくお願いします。一緒に楽しみましょう、はい。